浜名バイパス、静岡県浜松市西区舞坂町浜名バイパスは、静岡県浜松市西区から、静岡県湖西市を結ぶ、全線4車線の国道1号バイパスである。かつては、有料道路であったが、2005年に、無料開放された。自動車専用道路のため、歩行者、自転車、原動機付き自転車、125cc 以下の二輪車、 およびミニカーは通行禁止となっている。浜名バイパス4車線制限速度が時速80キロメートルの区間、浜松市西区前坂町にて豊橋浜松道路を構成する地域高規格道路の一つであり、浜名湖の最南端部である今切れ口を浜名大橋で通過する。潮見バイパスに接続することで豊橋と浜松の郊外同士の区間であれば、 約15から20分、中心市街地間では約40から60分で結ぶ。透明高速道路は両市とも市街地から離れた北側を通過するため、豊橋と浜松の都市間移動にはこの道路がよく利用されている。さらに、2013年6月に国道23号豊橋東バイパスが全線、開通したことから東バイパス、潮見バイパス、 豊橋東バイパス、豊橋バイパスとも連結しており、豊橋バイパスの豊川ためあたり IC まで直通で行けるようになっている。高規格道路のため、制限速度が時速 80km、信号は1カ所もなく片側2車線のため、流れが極めて良いが、坪井 IC 伊東は制限速度が時速 60km に指定されている。浜松バイパス、 浜名バイパス、潮見バイパス。ありがとうございます。